ジェームズ・マクファーソン、英語、ジェームズ・マクファーソン、スマス・マック・ウェイ・フェアセーン1736年10月27日から1796年2月17日は、スコットランドの作家、詩人、文芸収集家、政治家、ケルト文学を広く世に紹介した先駆けだが、現代では、儀所鉄造者のそしりも受ける。マクファーソンは、 古代の盲目の詩人オシアンが試作したハイランド地方を物語の舞台とするスコットランドゲール語の長編女子詩を発見したと称し、その翻訳だとする英語の三文作品をフィンガル、テモラなどの題名で段階的に発表した。これは当時ヨーロッパ大陸の分断で一世を風靡し、若かりき日々のドイツのロマン派作家たちに少なからず影響を及ぼした。 一方で、発表間もなく、これら作品は、昇進正明正の古歌ではない、マクファーソンがでっち上げたものだという批判が湧き上がった。いわゆる、オシアン関係論争である。現在では、いわゆる、オシアン詩集は、言い伝えや雇用などをもとに、あらかたマクファーソンが創作した、近代作品とみなされており、そのゲール越しも、前後して創作された文学と見るのが修正である。 ケルト文学における儀書の例として、ヨロモルガノグと並び称される。しかし、純正のケルト文学の古典名作がまだ世に紹介されていない時代、とりあえずのゲール語文学として注目を集め、後のケルト文学の交渉伝承や、写本の採集、研究を触発したと評価する向きもある。なお、比較的近年に出た日本語訳では、 ゲール語版を神聖の古文学とみなして訳出している。アンドルー・マクファーソンとエレン・マクファーソンの息子として、ハイランドのインバネス州、バデノック地区にある、キングシーという町のルスベンで生まれた。1753年、マクファーソンは、オールド・アバディーンのキングス・カレッジに進み、2年後、マーシャル・カレッジに移った。この2個は現在は統合され、アバディーン大学になっている。 それからエディンバラに行き、一年ちょっといたが、そこで大学に通っていたかどうかはわからない。学生時代には4000行を超える詩を書いたと言われ、そのいくつかは後に出版された。有名なザハイランダーについて、マクファーソンは後に発売禁止にしようにしたと言われている。大学を出るとマクファーソンは、記事留守弁で教弁を取った。 同い年のトマス・グラハムの家庭教師を務めていた時のことである。出入りのグラハム家庭で1759年夏、マクファーソンは悲劇、ダグラスの作者ジョン・ホームとの運命的な地遇を得た、牧師出身のホームは、この頃連続して第3代ビュート伯爵ジョン・スチュアートの施設秘書を務めていた。ビュート伯は、スコットランド出身で、時期用が、 この翌年に即位するとともに、英国最大権力者になった人物である。ホームはかねてより、ゲール語を介する知人アダム・ファーガソンから、ハイランド地方に行けばコカが今でも残されている、と聞かされており、以来、なんとか、それを入手できないかと絶望していた。その胸の会話を持ちかけると、マクファーソンは、自分がそうした作品のいくつかを所持していると答えた。 ホームがぜひ見せてくれ、と願い出ると、マクファーソンは、では、先生は、ゲール号をご存知かと尋ね、いいや、片言もっと答えると、ならばどうして、お目にかけようができましょうかと言った。そこでホームは強いてその英訳の提出を求めた。そして、マクファーソンから得た、オスカルの死その他の、訳詞のサンプルを、エディンバラの知人ヒューブレア博士らに回覧した。 これらの金たちから、マクファーソンは、所持する、ゲール越しのありったけすべてを訳すように促され、それらは1760年に、エディンバラで、フラグメンツオブエンシェントポエトリーコレクテッドインザ、ハイランズオブスコットランド、アンドトランスレーテッドフロムザゲーリックオアスランゲージ、という題名の小冊子として出版された。名目上は、歌と称しながら、 独特のリズムの三文で綴るマクファーソンの作風は、ここで、すでに確立されている。冊子、断片の序文でマクファーソンは、ここに、すこぶる長編の一作、英雄史があるが、もしその企画に、十分な奨励が与えられるならば、を回収し、翻訳することも達しうるだろう。本詞集の最後の三編は、この序子詞より役者が入手した断片である。 もし前編が回収できたなら、それは、スコットランドやアイルランドの古事について表しき、巧妙を当てることになろうなどと記している。要するに、本編はじらし程度ですが、もしスポンサーがつきました暁には、必ず、スコットランド版、イリアス全編を手に入れてみせましょう、とほのめかしたのであるが、この工事に薬気になって飛びついた、ブレア博士たちサークルは、会合を開き、 寄付を募り、マクファーソンに資金面の援助を確約して、他の責務をすべて辞職させ、即刻その大女樹子の探求の旅に送り出した。ヒューブレアの記憶では、マクファーソンはこの腰最終機構に不祥不祥な様子を見せたというが、今中は、してやったり、なはずである。後年のスキーンも、そんなのは猿芝居だと評している。後の電気作家によれば、 最初の古化最終機構は1760年の8月か9月に始まり、マクファーソンはインバネス州西部からスカイ島、ノースウィスト島、サウスウィスト島、ベンベキュラ島らをめぐり、約6週間ほどで終えたという。同年末、アーガイル沿岸やマルトへ第二行を果たし、翌1761年1月上旬頃、エディンバラに帰参した。これらの機構には、 マクファーソンは自分よりゲール5が堪能な演説のラハラン・マクファーソンやアンドリュー・ガリー牧師、アレキサンダー・モリスン対尉他を一行に加えて同行させ、現地の銀融詩人や語り部の聞き取りや記録、また古写本の収集に加え翻訳も進められた。マクファーソンらのグループがどのような作業を経てフィンガルを作成したのかはよくわかっていない。 古写本から翻訳していったと、あり程のごとく記述する書籍もあるが、そうとなると、どの古写本を使ったかということすら、つかみどころのないことが判明する。最近の研究者、ローラの騎士のオシアン。フランソワ・ジェラールが1761年、マクファーソンは、スコットランド・ハイランド地方の太古の英雄詩人、オシアンが作して歌ったとする。 英雄フィンガルにまつわる一大女子子を発見したと発表し12月にフィンガルフィンガルアンエンシェントエピックポエムインシックスブックストゥゲザーウィズセベラルアザーポエムズコンポーズドバイオシアンザサンオブフィンガルトランスレーテッドフロムザゲーリックランゲージを1763年にはテモラ1765年には修正版オシアンを出したこれら作品は 名目上は歌であるが、実は音楽的なリズムを持った三文で書かれているのが特徴である。この英雄詩人、オシアンの原型はアイルランドの伝説の英雄詩人を死因であり、フィンガルのモデルもフィン物語軍の主人公で英雄詩人の父親フィン・マックウールであるはずである。しかしマクファーソンはこれらをアイルランド出身ではなく純粋に スコットランドの土着の英雄たちという設定で登場させたことで、後にアイルランドから通列に排撃されることになる。オシアンはゲール5名オシエンの英語化名であるが、日本ではオシアンというナ表記が従来用いられてきた。フィンガルという綴りはいささか得意で、新作のゲール語詞でもフィンの方が一般的であるが、ジョン・バーバーのブルース・デンにも、 フィンガルの語形が認められるとされている。フィンガルの意味は、白い違法人と解され、ケルト人が、ゴート人をそう呼んだとの説もある。当時は、原文を自由訳することも、創作部分の混入も、日常茶飯事だったが、ただ、マクファーソンは、自分の、翻訳が、一時一句違わず、英雄詩人オシアンが書いた本物のゲール星だと、 剣伝したことで、非難を浴びる結果となった。作品を読めば、明らかに現代風であり、西暦三世紀の作品ではありえないとの感想。また、ハイランド地方は文豪であり、スコットランドゲール語は、交渉のみの言語であり、そんな千年余り前の大昔から、口伝えで完全に保存される文学など、不可能、などの批判であった。また、 集めた写本から訳しているとも主張したことが論争の一つの焦点になった。中でも強力な弾劾論者がサミュエル・ジョンソン博士で100年と古いと証明できるアース語は500行と回収できまいと存ずる。だがオシアンの海の父は筆に2箱分の古歌をまだ温めているがイギリス人にはもったいないと吹唱していると聞き及ぶと極論したことは つに有名である。これはいささか過言な毒舌であるが、要するに、スコットランド語で、オシアンの詩が書かれた原文の写本があれば見せてみろと、挑発し続けたのである。日体し、マクファーソンは誰にもはっきりと開放的に写本を提示することはなく、ジョンソン博士がその言を撤回しないと危害を加えるという恐喝状を送りつけたことも有名である。ジョンソンについては、 ゲール語を介さず、スコットランド人に対して、偏見保持者との定評がある。マクファーソンの文祭も認めずに嘲笑した。公正な批評家ではないとの見方もされる。だが実は、マクファーソンの作品の良き理解者でもあった、スコットランドの鉄人デイビッド・ヒュームも、フィンガルの原文写本を公開して、証拠提出して見せるべきだという忠告を、マクファーソン人に対して、 かなり早期に行っている。さらには、ハイランド地方の市銀者がいるという証拠を、その出身、氏名、及び、オシアン詩集の何ページ目を市議できるか等のデータとして記録せよ、との司法論も提示していた。だが、この、ヒュームの勧告に対しても、マクファーソンは逆上してみせたと言われる。結局、マクファーソンは、 34年後に没するまで、オリジナルの写本を、部外者に公開することはしなかった。一般公開はしたとは交渉しているが、がぜん、見たと証言する者が、オシアン作成に関わった内輪の人間ばかりだった。都度のつまり、マクファーソンは、死や物語の断片を見つけ、それらを、自身の創作であるロマンスの中に、織り込んだのだろうという意見が、ジョンソン博士のみならず、 他の知識人や一般層にもだんだん浸透することになった。マクファーソンの死後、スコットランドハイランド教会は、当事者たちから貴重な証言を集大成して報告書にまとめた。この報告は、きっぱりとした結論を明文化しなかったため、その後も賛否両論者の間で、あらゆる証拠が都合のいいように取り沙汰された。しかし、 報告書の中に垣間見える結論は、後年のウィリアムス・キーンによれば、次のようなものである。1、マクファーソンの死の登場人物は捏造ではなく、実際に、ハイランドに伝わる、伝説人物である。オシアン死とも言える死は実在した。2、そうした死は、ほとんど単死だが、いつ頃からか伝承され、暗証できる人間もハイランドに実在する。 三、中には写本に記録される詩もある。四、マクファーソンは、そうした詩を使用したが、別個の破片をつなぎ合わせるのに、自作の接続的説話を足し合わせて、より長い歌や、いわゆる長編女樹詩に編み込んだ。スキーンは、以上の結論に、有識の知識人も、偏見を持たない、一般世間も誰もが同調するはずだ、と言い、ただ、マクファーソンが加工した度合いが、 純粋な古タに比して、どのくらいだったかについて、議論が分かれる、と言っている。さらには1807年に、オシアン詩集のゲール語版である、フィンの息子オシアンの歌が出版された。これは、マクファーソン自筆の意向から出版されている。近年の日本語役者はこれを神聖のゲール語化とするが、これも、マクファーソンや、 その関係者による創作とみなすのが一般論である。1764年、マクファーソンは西フロリダ植民地総督ジョージ・ジョンストンの秘書に任命され、その2年後に帰国した。帰国後は秘書職を終身保持することを約束され、その代償として政府の御用作家になることを許諾、匿名作家ジュニアスなどと論戦を交わした。 同時期に、歴史書の執筆を続け、その中で最も有名なものは冒頭に、自身の、エクストラクツフロムザ・ライフ・オブ・ジェームズ2を収録した、オリジナル・ペーパーズ、コンテイニング・ザ・シークレット・ヒストリー・オブ・グレート、ブリテン・フロム、ザ・レストレーション・ツー・ザ・アクセッション・オブ・ザ・ハウス・オブ・ハノーバー、である。マクファーソンは、ノース共生権の制作を擁護して、給料をもらい、 1778年に、インドのアルコット大使のロンドン代理人という金になる、職にありつき、以降死去するまで、それを続けた。1780年イギリス総選挙では、キャメルフォード選挙区から出馬して、庶民委員議員に当選したが、議会で演説することはなかった。ノース内閣が倒れた後も、ノース教を、支持1783年に、 フォックスノース連立内閣が成立した時もそれを支持したが、チャールズ・ジェームズ・フォックスの東インド法案をきっかけに、決別、1784年には、ショーピット支持に転じた。1788年から1789年に、かけての折衝法を危機で野党に転じ、以降は、野党の立場に立ったままになった。晩年、記事インバネスに辞書を購入し、そこを、 ベルビルと名付け、そこで亡くなった。マクファーソンの死後、ヒストリー・オブ・スコットランドを保育したマルコム・ラングは、いわゆるオシアン氏と呼ばれるものは、完全に現代の作で、マクファーソンが根拠としたものは何も、存在していないという見解を提起した。マクファーソンの書いた内容のほとんどは明らかに、マクファーソンが作ったもので、異なるサイクルに属するものを混同している。しかし、 翻訳の真偽を除けば、今なお、マクファーソンを偉大な、スコットランドの詩人の一人とみなすべきであろう。マクファーソンの作品の様々な文献と現実の、ケルトゴハシの翻訳としての無価値さも、自然の美しさへの深い理解から生み出された、芸術作品であるという事実は覆せず、古代の伝説の扱いの哀愁的な、優しさは、ヨーロッパ文学、特に、 ドイツ文学のロマン主義運動をもたらしたこと以上のことをなしえた。直ちに、マクファーソンの作品はヨーロッパ各国で翻訳され、ヨハン・ゴットフリート・ヘルダー並びに、ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・ゲーテもその深い賛美者だった。ゲーテは、マクファーソンの作品の一部を翻訳し、小説、若きウェルテルの悩みに取り入れた。メルキオ・レ・チェザロッティのイタリア語本訳役版は、 ナポレオン・ボナパルトの愛読書の一冊だった。マクファーソンの遺産の中には、スタファ島のフィンガルの洞窟の名前がある。元々のゲール5名は、アン・ユーブ・ビンだったが、1772年、マクファーソンの人気の極みの時、ジョゼフ・バンクスが名前を改めた。マクファーソンは、1762年、その出版元であるトーマス・ベケット書店に、 原文写本を預け、一年ほど誰もが閲覧できる状態にしていたとされている。だが、その時それを見たという部外者は名乗り出ていないので、真偽はわからない。実際は、1775年になって、ジョンソン書、スコットランド製法書島の旅が、写本の存在の疑問視した時、マクファーソンは、写本自体公開するではなく、ハンモトベケットに、 マクファーソン氏は1762年に確かに写本を私に預けて公開していましたという声明文を広告掲載させたというだけのことのようである。結論から言えば、マクファーソンが発表したデンオシアンシッの原文の古写本などは存在しない。しかし、存在するという錯覚は近年までも続いてきたと言える。一つは、ゲール語。 オシアン詩集が刊行されたことで、当然ながら、元の個筆写本があると思い込むことで、日本語役者もその前提で役本を出している。しかし、ジョセフ・ F ・キャンベルによれば、ロンドンハイランド協会が出版した、この1807年本は、結局マクファーソンの自筆の意向から起こされており、元の個写本など誰も読み比べたものはいない。もう一つは、 マクファーソンがその機構で何らかの写本を見たり持ち帰ったりした写本があるからそれらはオシアン詩集とかなりの程度で合致しているはずだという錯覚であるこれも結論から言うと現在確認できる写本の中でオシアン詩集とさほどに一致すると言われるものは何も残っていない和訳書の後書きで使われた古写本として有力視しているのは ラナルド一族の書の、クレナイ書、国書である。実は、現、スコットランド国立図書館の所蔵する小本であり、その説明では、特にマクファーソン作品と合致する詩が収録されるとは、されていない。ただし、ラナルド一族の歌人の家系の末裔だったらハランマクブーリッヒは、1800年、次なる証言をしている、父親が、 ラナルド一族に命じて、クレナイ書をバデノッホのジェームズ・マクファーソンに渡させたことをよく覚えている。これは聖書ほどの厚みがあり、それよりも長くて幅広かったが、表紙は厚くなかった。もしこれが本当であれば現存する、クレナイ書の寸法とは違う、別の写本ということになるが、これは行方もわからず、中身を語る何の手がかりもない。また、 アンドリュー・ガリー牧師が、マクファーソンと共に、翻訳に携わった時、使っていた、くれない、青、緑、木で綺麗に着彩された写本というのも、頼りない証言である。牧師は、その写本から、某真紙が抜き書きした仕だと称して、BHA ファーリファー、イズクルエリ、お意味をしてみせたが、その紳士というのは、やはりオシアン作成に携わった。 同じ工房の仲間、ラハラン・マクファーソンであったのだ。しかも、ラハランの名を明かすことが、いかに不本意だったかも、その回答の所感の回りくどさから押して測れる。ラハラン・マクファーソンは、ジェームズ・マクファーソン本人と同じ一族で、ゲール5番、オシアンの歌の実質的な作成者とみなされている。ラハランの死後、その意向の中から、 タイモーラ第7の歌の第一奏功を途大し、訂正や変更の跡が数々あるゲール語原稿が見つかったという。これは当時から一世紀も経った頃、誰からともおぼつかないまたぎきの逸話であるが、スコットランド人の学者でケルト言語権威のウィリアム・スキーンの10回である。このタイモーラ第7の歌のゲール語版は1763年本に、 付録されて刊行されているから、その頃には成立していたのが分かっている。スキーンは、このラハランが作成した、原稿集こそ、ベケット書店に置かれたオリジナルだと考えている。原作写本の存在についても、否定的で、日本語訳者が、スキーンは、これは、高知地方で集めてきた、個室写本を合成したもので、これを元に指定訳が行われたのであると、こと、 うとするのは、スキーに曰く、それは、古い写本から抜き書きした、新生のでも、あるいは、高等の詩吟を、筆記記録した作品の写しでもなく、ゲール越しの完成品版であったに反している。スキーンは、この1762年以前には、ゲール越し集が成立したことも、十分可能とみて、英語版は、そこから訳出したと考える。キャンベルも最初は、 同意見だったら C が、後ほど変身し、はじめに、英語訳版ありきで、その後、ゲール語版が合成されたという意見に転向した。ケームズ教ヘンリー・ホームの著書によれば、役者は、スカイシまで、1403年の日付を持つ、牛皮紙写本に、フィンガルの第1から4巻を目にしたとあるが、これは他に目撃者ない謎の本である。 リズモア司祭の書という1512年代に編纂された音社表記のゲール語本写本がある。これは一般にゲール語の最古の写本とされている。これをマクファーソンのオシアン詩集の原点に見立てるには無理がある。実際に日本語役者が例に挙げている一編の詩、フィンオーにあってから昨日で6日目になる。も特にどの詩と似てるとも言えない。ただ、 フィンのことをフィン王と呼んでおり、これはアイルランド伝承のフィアナ一弾の長という設定とは異なる。しかし、この写本にはオシアンの語り相手がイパトリックであるしも含まれ、そうなるとアイルランドが舞台であることを否定するのが難しい。マクファーソンはおそらくこのことを知りつつ、イパトリックは作品に登場させないようしている。また、ジョン・キャンベルが タイモーラの出来事は、細部に至るまで1530年のアラン・マクロイレの歌に出ていると言っているのは、まだ、リズモア司祭の書の変本を、きちんと確認しないで記述したいサミア氏である。キャンベルの1972年の著書を見れば、どの詩を指しているのかわかるが、もちろん、タイモーラ国名になぞっている詩だなどとは言い難い。さらには、リズモア司祭の書をはじめとする、 写本群をマクファーソンが入手しており、1762年に展示されたのはこれらだとする仮説が近年になって登場し、役者の中村もこれをそのまま受け継いでいるが、これは疑問視されており、ガスキルは筆記技術が書店で閲覧されたのではと説く。近年のデリック・トムソンも写本存在説を分析したが、結局、マクファーソンは交渉文学を 数々の写本と称号させて書いたのかもしれないが、オリジナルの登場人物とアイディアによって脚色し、相当量自分で作ったものを入れ込んだのではないかと述べた。マクファーソンの論的、ジョンソン博士の電気家として有名なジェームズ・ボズウェルだが、その赤裸々なロンドン日記を読むと、少なくともある時期までは一緒に食事をとったり普通に親しく交流していたことがわかる。 千七百六十二年十二月十一日の会話を抜粋してみる、彼は自分が苦悩の恋の犠牲になりやすいたちなんだ、とぼやいた。田舎で美しい女性を見たとする。彼女の腕の中に折れれば、なんと天国だろう、という思いに駆られる。探索する。落胆する。ところがこちらではどうだ、およそ生まれてきた中で、この上なく素敵な女性に、 お目にかかることができる。もし、その誰かさんが、お気に召したらならば、一気に払えば、存分に、彼女を楽しむことができる。だが、終わってしまえば、想像ほど素晴らしくものではなかった。第三人称で、随分と交渉で、感傷的な口調だが、要するに、自分自身が、成功してこさえた小金を持って、都会で女替えをし、だんだんそれも飽きてきた。 ということらしい。ボズウェルは1763年5月1日、オランダとフランスから洋行帰りのマクファーソンと再会した。同9日、女以外に人生の何にも味わいを感じないが、女も大して面白くない、と聞かされる。同14日、ボズウェルは、ある陳事が起きたと知らされた。なんとジョンソン博士とマクファーソンが、 同じ馬車に相席し、嫌だ嫌だ、と言いながら、二人ともにわかに大爆笑したという。その報告をした紳士から、どういうことかと聞かれ、ボズウェルは、人間、途方もなく悲しい時思わず笑い出さずにいられない、ものです。などと説明した。同日、ブレアがマクファーソンに、なぜイングランドに滞在したがるのだお前ジョンブルは、好きではなかろう と質問すると、マクファーソンは、ジョンブルは嫌いですが、その、娘さんたちは大好きなんですと返答したという。同20日、前夜を夫人たちと過ごした、ボスウェルは、その興奮も冷めぬまま、朝からマクファーソンによる、ハイランド氏の朗読を聞かされた。以上が二人の文人の間で取り交わされた、その一月のやりとりを余さず劣気したものである。ありがとうございます。